はいどうも、カボジーです。今回紹介するデッキはこちら、天の村雲兼アマテラスデッキでございます。デッキの説明をしていきます。よいしょ。天の村雲兼、こちらの効果が味方ユニット1体の攻撃力をプラス1で俊敏を付与、まあ早くなる攻撃時間がって感じですけど、まあ、こちらとねこのいつきちゃんを合わせていきたいなという感じのデッキでございます。いつきちゃんの効果は重貫通で圧倒、目覚めでプラス2-3。こちらの方、圧倒、新しい効果ですね。効果の方を読んでいきますと、攻撃時、ユニットからの反撃を受けずに一方的にダメージを与える。まあ一方的に殴れるという感じですね。まあ、こちらとね、俊敏を合わせて、もうさらにね、攻撃力早くして、もう相手の攻撃を受けずに一方的に殴って倒していこう。で、しかも重貫通でダメージを与えていこうという感じのデッキでございます。ただ、いつきちゃん。コスト5なんで、まあ、ちょっと重たいですよね。目覚めも刺したいんで、まあ、できる限りコストを下げたいんで、自己補聴、こちらですね。こちらでコストをマイナス2にして引っ張ってこれたらいいなと思ってます。ただね、他にもまだ人間ユニット、ジルとカリンとキャミに入れてるんですけど、まあ、こちらもね、俊敏つけたら割とね、効果強いかなと思ってるんで、入っております。まあ、カリンはね、目覚めて封印枠って感じですかね。まあ、その目覚めの土台になる、ジャディと、あと、モグラですね。こちらはアクションで入れております。これ引っ張ってくることによって、まあ、自己補聴のね、サーチにも引っかからないし、割とね、人間をポポポって出せる感じですかね。で、ジルの方は、そうですね、探索。3回までしたいんで、モグラとクシナダ。こちらの方も探索なんで、まあね、相性がいいので、クシナダも2枚だけ入れてます。ただクシナダどうかな、2枚も必要かな、うん、別枠にしてもいいかもしれません。まあ、そんな感じでとりあえず試合の方を見ていってください。はい、対戦相手の方はアマテラスの方ですね。よろしくお願いいたします。いいね、モフモフ。さあ、手札の方を変えてと、うおー、いつきちゃんが2枚、まあいいでしょう。このね、天の村雲剣のアマテラスの苦手なデッキは、アマテラスの狼落としですね。だってジャディがすぐ死んじゃうからね。土台になるジャディとか、モグラとかが。それが割と嫌ですね。だから最初にジャディ行けたらもうすぐ出していきたいです。で、まあ、このままね、いつきちゃん出して、そうね、相手が何を出してくるか次第かな。あわよければもう一体、月ちゃんを出したい。あ。まあ、しゃあない、しゃあない。はい、シールドをつけてくる。殴ります。もう一度殴ります。シールド2枚、仕方ないね、探索してるし、ね、まあね、圧倒でダメージ食らわないんでいいんですけど、あ、なるほどなるほど、目覚めてきた。殴られる、そう、まあしゃあないかな。24の方を下げて破壊しましょうかね。はい。で、そうですね。クシナダが2体。クシナダ出して、はい。すぐに、天の村雲剣。で、相打ち。よしよしよし。で、そうですね。相打ちにして、クシナダをもう一体。で、そうですね。シールドつけて。キャミあたり引きたいな。そしたらね、まあ、強くなるんですけど。はい、ご移動します。おー、アマテラスと竜ですね。
殴り合いで大丈夫。お酒を飲ませます。ちょっとやばいかもですね。アマテラスと竜、しかもレジェンド、うん、やばい目、やばめはやばめ。あ、狼を土で破壊と。おお、そうですね。サーチしていって、でここでジャリー、これはアマテラスの方の壁にもなりますし、まあ竜には壁できないんですけど、まあ一番下の方が残ると思うんで、まあ残りますね。でここでイツキちゃんを出していって、で、はい、天野村雲剣、こちらで俊敏もつけていきます。で、そうですね、こちらモグラの方を出してなんかやっていければなと思ったんですけど、相手の方からアクション打ってくれたんでエージェント打てますね。本当だったらモグラ出してなんか回避したらエージェントっていう感じだったんですけどね、まあ、これは結果往来です。で、こっからも運が絡んできますね。上に移動してくれと願うだけです。はい、上に移動してくれ。ナイスー。あと、このまま、うまく決まれば勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。これは、うん、最後はちょっと運勝ちでしたね。まあ、でも、勝ちは勝ちなんで、よかったです。それでは、次の試合に行ってみましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方は、竜の方ですね。よろしくお願いいたします。さあ、どうしようかな。うん、そうですね、最初の手札はサーチと、まあ、モグラかジャリーがいればうまく回るかなと思ってます。まあ、サーチでね、イツキちゃんが出てくればいいかなと思いながら、まあ、とりあえずサーチしてみて、相手の方は電人かなと思ってたんですけど、まあ、20なんでアースポイントが真空ですね。で、そうですね、いつきちゃんさ、サーチできたんで、さあ、はい。今の時上にポンと目覚めさせればよかったなと思ってるんですけど、まあ、動きが遅かったですね。とりあえず殴ります、一発。相手が、ポケットにナイナイされるんで、もう一発殴って防ぎますと。で、そうですね、あと 6AP が、あと6の AP なんで、そうですね、犬を使って MP も増えて AP も貯めていくという。で、攻撃力も防御も、防御じゃない、体力も上がっていくと。さあ、上がっていったんで、ここでそうですね、ジャギーの方もカリンに目覚めさせていきます。で、これ天野村雲剣、相手は顔面で、まあここでね、真空波動拳警戒したいんでシールドを貼っておきましょうかね。これでとりあえず何か飛んできて波動拳が来ても耐える気がします。で、まあ、かりんちゃんの方も買っておきましょう。で、ここでドールズの記憶もメモリー7なんで上げていきましょうかね。で、11と14で、そうですね、波動拳食らっても7、まあ、2発くらい受けないと倒れないんで、とどめさせて対戦ありがとうございました。こんな感じでうまく決まれば強いですね。まあ、ぜひ皆さんも天野村雲剣のアマテラスを使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。